皆様こんにちはシンプレックスインスティテュートの伊藤でございます。よろしくお願いいたします。本日は11月の6日から新しく始まりますバリューアットリスクという方式によるですね新しい証拠金のスタイルをですね皆さんに説明したいと思っております。 でこのバリューアットリスクというものが、まあ、今後証拠金の計算方式として変わってくるということにつきまして、まあ、いろんなこう、えー、憶測が飛んでしまってるようなんですけれども、まあ、実はそのあたりもきちんとどう大きく変わっていく部分があるのかないのかということも含めてですね今日はご説明していきたいと思っております。はい ではまずです、ねえー、そもそもその証拠金というのは一体何なのかということをちょっと皆さんにもう一度、えー、考えていただきたいと思ってるんですよ。いわゆるデリバティブとかです、ねえー、そういったものを売買するときには当然ながら投資家の方は、えー、証拠金を差し入れて売買をされる、まあ、これは皆さんもうとっくにのご存知の話です。でこのの証拠金というのは、まあ 投資家の方から証券会社を通って、最終的には日本証券クリアニング機構という JSCC で呼びますがそこに証拠金がまあ差し入れられて皆さんがまあ売買ができるようになるとこういうわけです。でこれまではですね、まあ、スパン証拠金という名前のものでもって証拠金を計算していたのですが、まあ、この11月の6日からですね今度は えー、証拠金の計算の仕方がバリューアットリスクというものを使って、えー、そのデータ、まあ、バリューアットリスクのお計算をお使いながらですね証拠金を新しくなっていくということになります。でこの大きな違いがこれから少しせ簡単に説明しておくとあるとすればデータのの計算の仕方が違ってくるとということです今までのスパンの証拠金っていうのはですね、まあ、ある意味で え簡単なそのシナリオを考えてまあ、16通りとここには書いてありますけども非常に簡単なシナリオを考えてそのシナリオをいろいろと精査すると最大の損失はこのくらいだよねっていうのが分かってそれを証拠金にしていたわけです。で新しいいバリリューアットリスクの方ははそれとはだいぶか異なります、えー、1250個のデータっていうんですけども、まあ、すごく大きいデータですけど過去5年ですねざっと言うとえっと。 1>, 大体 1, 日のあ1年の営業日って大体250日ぐらいなんですね土日がありますからねしたがって1250データってことは過去5年ぐらいのデータを使って、えー、そのデータをもとにですね証拠金を計算する、まあ、統計的に考えて計算をやるということになりますか、まあ、そういうわけですのでこの証拠金についてはですねやはりもう一つ突っ込んだ説明をしていかなくちゃいけないと思ってます はい、それとちょっとここで注意していただきたいのは、えー、JSCC さんがですね、えー、その証券会社さんに、えー、これだけの証拠金が必要ですよっていうことを通達するわけですけれども、まあ、証券会社さんはそれと全く同じ金額を投資家に、えー、証拠金として徴収するというわけではなくて、まあ、多少証券会社さん独自の、えー、計算の仕方があるようですのでその辺りは少し、えー、注意が必要になります。 でではですねそのバリューアットリスクについてこれから少し深く説明をしてみたいと思います。はい、でこの証拠金がどういうものか先ほど申し上げました過去5年間1250日まあ要は1250個のデータがあるんですけどこれどういうことかというとですね毎日毎日例えば今日の日 日経平均がいくらで終わって前の日の日経平均がいくらだったらって言って毎日日時の収益率で出せると思います。これはまあ先ほどでもも何でもそういういものを考えることができますねでその日時の収益率を1,250個集めてですねそれを統計的に処理をしてというのがこのバリューアットリスクの計算の仕方です。でちょっと下の方の図をご覧いただきたいと思ってるんですけども。 ままああ要ははそここではでですすね左の方にこうチャートが書いてありますで毎日毎日こうマーケットが動いて今日は1日例えば1.2%上がったよねとか0.8%下がったよねなんてことを毎日毎日やっていくとですねだいたいまあ通常はですよあんまり動かないもんですねマーケットって1日5%も動くなんてことはあんまりないわけです。で通常は 動きが小さくて普通はゼロパーセントのプラスマイナスまあゼロのあたりをグロードしてるわけですマーケットがで時にすごく大きく動くってことが起こるわけですまあなんとかショックなんてのがあるとあ大きな利益が出たり大きな損失が出たりしちゃうわけですよそうするとその頻度と言いますか発生頻度というのをですねこう辿っていくとそれを並べていくとですねまあこんな釣り金みたいな格好になるだろうというわけです でそういう利益とか損失がまあ、時にはです、ね、あなたがロングポジションを持っててですねマーケットが下落すれば損失になるしマーケットが上昇すれば利益が出るわけですからその損益をですねまあ、約1,250個だーっと並べてみるとですね、まあ、悪い方からですね考えて1%ぐらいのところそこのところを でどれくらいの損失が何パーセントぐらいの損失が発,見発生したのかなっていうようなことを、まあ、引っ張ってきてですねそれとですね、まあ、もうちょっと詳しくやる,やるとすれば過去にですね例えばこの間で言えばコロナショックのような大きな相場変動があった時の、まあ、いわゆるストレスのシナリオですねそれも多少は加味して出していくっていうのがこのバリューアットリスク方式といわれるものなんです。でこの やり方というのは、まあ、従って99のまあ損失はカバーできるよねということが、えー、このポイントですでこのやり方というのは今実はあ、まあ、団,体団体世界的なその潮流でございまして多くのところが、えー、そこ,のこのバリューアットリスクを使ってですね、えー、リスク管理をしているということになりますでそのリスク管理って言葉を申し上げたのは実は証拠金というのは皆さんにとってはこれ リスク管理の一つなんですよ。いいですか？儲かってるときって証拠金のありがたみがあまりないんです。だけど、もしもこれ損が出ちゃうと。ああ、証拠金がっていうことになって、例えばうんとマーケットが、えー、あなたのその思ってる方向と反対の方向に行っちゃうですね。いわゆるお衣装なんてのもかかってきちゃう可能性があるわけですね。だから、ここではそういうお衣装がかからないような計算の仕方っていうの方がどちらかっていうと、皆さんも安心して売買ができるということになるはずです。 なので、このバリューアットリスクというのは、まあ99%ぐらいの損失はカバーできるというわけですから、比較的今までの方式に比べるとですね、お衣装もかかりづらくて安心して売買ができるということになってきます。で、もう一つですね、このバリューアットリスクの特徴はですね、実はこの 毎日毎日ですよ一日一日と日にちが増えていくわけですよね当たり前のことですそうすると1250日っていう日にちはですね一日一日こうずれていくわけですね一日経つですねってこうやって一日一日だから当たり前のことですけどもこれはバリューアットリスクによる証拠金っていうのは毎日変動します若干そんな大きくは変わりませんけど 多少は変動していくってことこです。それが要するにマーケットの変動に合わせて証拠金を計算しているという特徴があるということですだから証拠金は毎日変わりますそれから今度は売りと買いではですねリスクって異なるはずなんですよこれ皆さんだって経験されてるはずです例えばすごい暴投というよりは暴落の方が怖いなって思ってる方多いと思いますそうですねで暴落っていうのはよく続いたりするわけです なので、ここでは売りと買いっていうのは証拠金が同じであるはずはないわけで、まあ、多く、まあ、簡単に言っちゃうとですね、買いの場合の方が証拠金が若干高いっていうのが特徴です。まあ要は売りと買いとでは証拠金が異なりますよっていうのが2番目の特徴です。あとはですね、えー、そうですね、減月が違うと証拠金も異なってきます。当たり前ですね。 当然ですねこれは現月が違うってことは違う商品なんですからリスクが全く同じであるわけはないで今までですねスパンでやってた証拠金っていうのはですねこの123という要するに日時で証拠金が変化するとか売りと買いで証拠金が異なるとか現月であんまり証拠金が異ならないっていうようなことがあったわけですけどもまあ今度のバリューアットリスクになってくるとですね要はあこの3つの点が ま、新たに変化として出てくるということになります。はい、ではそのことをですね。ちょっと表にまとめてみたいと思います。はい、えーとまあ真ん中のグレーの部分が過去のスパンの証拠金による問題ですねえ。例えば左をちょっと見ていただくと変更点と見てみるとですね。例えば売り買いの証拠金が違う。実はスパンは同じだったわけです。ところが。 今度のバリューアットリスクと言われるものではですね、えー、売りと買いで異なる証拠金になる。で、ちょっと注意していただきたいのは、ここでいうバリューアットリスクの前にですね、HS って書いてあるでしょう。これはヒストリカルシミュレーションバリューアットリスクって言うんですね。ちょっと難しいですけども、まあ、このヒストリカル HS バーって言うんですけど、我々は、この HS バーの方式によってですね、実は日経225とかトピックスとかですね、JGB、あるいは電力、 あるいははのの先ものなんかはこの方式によって計算されます。えー、しかしながらそれ以外の先物例えば貴金属ですね金田のあるいはプラチナあるいは石油ゴム農産物などはですね違う AS バーっていう形で、えー、証拠金が計算されますこの違いがちょっとあるんですけどもそれについてはまたちょっと後で述べましょうねでまずその違いから SPAN と HS バーの違いから言うとですねまず証拠金の売りと買いでは HS バーは異なりますスパンでは同じででしたでは2番目に行きましょう今度は現月ごとにどうでしたかスパンでは現月例えば6月切りでもいいですね12月切りでもですね変わらなかったが今度は現月が異なると証拠金も異なってくるということが起こりますで3番目今度は例えばじゃあその証拠金はいつ変化するか以前はですね確か 毎週1回だったと思います。スパンの時は週に1回変化させましたね。ところが HS 版になっていきますと、これは毎日やります。毎日たいまあそこに書いてございますけども、15時45分から16時ぐらい、まあちょうどその、えー、夕晩に入る前ぐらいですね。そのあたりにそれが公表されるということです。で、4番目。 えー、いわゆる証拠金計算のパラメータの適用パタイミングと書いてありますけど、これは当然ながら公表した当日,当日ですね。発表したその日に証拠金が変わるということです。ということですね。最後にえー、まあ、そこに書いてある通りです。そのそれは先ほど説明しましたが、hs バーっていうのは？ 225だとかトピックスだとか、えー、電力だとかそういったものがこの方式ですで、はです、ね、もう一個ここにある HS バーの代わりに AS バーっていうのがありますがこれらはですね過去のスパンの証拠金とそう大きく変わりませんご覧いただけば分かりますがだいたいスパンと同じような形になっていますのでこちらの方はですねまあ、以前のスパンと同じだと思っていただいてもそう心配はございませんはい。ここが えー、バリューアットリスクの証拠金による大きな変化になりますこのあたりですね、えー、ちょっと最初はね慣れないうちはちょっと止まるかもしれませんけれども、まあ、このあたり少し、えー、今後注意して見ていおいていただけるとですねなかなか面白いと思います、えー、私もちょっとこれ楽しみにしてるんですよどのくらい毎日動くものかなとね、まあ、そんな大きくは動きません1日ずれたぐらいで大きく動くことはないですからしたがってこれは、まあ、毎日どのくらい動くものかなっていうのも私はちょっと楽しみに見ています では、ここからはですね各その商品ごとに、えー、そのバリューアットリスクの計算とスパンの過去の計算で証拠金がどのくらい変わるのかっていうことをですね、えー、一個一個丁寧に見ていってみたいと思っています、はい、ではまずですね、えー、先物の,の1枚あたりですねいわゆる225ですね225先物の,の1枚あたりの証拠金をまず見てみましょうかね どううでしょうこれ、えー、これは過去のデータから引っ張ってきてます。えー、つまり2021年の1月ぐらいからですね今年のまあこれはなんだかんだ言って8月ぐらいまでだと思いますけどもここのデータを並べてみました。証拠金毎日変わりますよ。そうですね。これ見るとスパンってほら1週間に1回しか変わってないなって分かりますね。分かりますね。でもバリュアットリスクの方は毎日毎日コツコツくっちゃうまめに動いてます。で 先ほどちょっと申し上げましたがすでに言っちゃったことなんですけどもこの赤い線がバリューアットリスクというものによる証拠金の買いです買い先物の,の買いによる証拠金の計算ですそれが赤ですで青い方が売りの方バリューアットリスクの売りの証拠金に当たりますでご覧いただくとまあ大体まあ全体的に見ると、まあ、買いよりも売りの方が証拠金ちょっと安いですかね そうですね、一番高いところで今200万円ぐらいつけちゃってますね去年の3月ぐらいですかねこれねそうですねでまあそれからだん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 タラタラと下がってきてでまあだんだん少しずつ下がりながらまた今年のあまあ6月ぐらいに少し上がってますかねでこの動き方をよく見てると思いますけどもこのスパンによる動きと比べるとちょっとバリューアットリスクの方が動きが激しいかなって感じます でもう一つ特徴的なのはスパンのが若干低く見えてますところがこれちょっとよく見るとですね例えば場所によってはスパンのが高いところもあるんですよほら例えばその2023年の2月から3月の間ぐらいでしょうかそのあたりはパ、えー、リウアットリスクよりもスパンのが高いそういう部分もありますね過去にも2022年の5月ぐらいですかその辺にもあるはずなんですよなのでまあいつでも何でもかんでもですね証拠金が高くなるっていうわけではなさそうです ただここで注意していただきたいのはバリューアットリスクにおいては売りと買いではですね証拠金の額が若干違うということです。はい。ああのでも心配しないですね。両立てになった場合はゼロになりますからそれは大丈夫です。それは後でもってちょっと実演してみましょう。はい。では次は今度はトピックス見てみましょうかね。トピックスどうでしょう。同じような感じですね。先ほどの225と。どうでしょうかね。 やはりこれも買いの方がバリュアットリスク証拠金の買いの方がやっぱり若干高いですね売りの方が安いでスパンと比べると今度はだたい売りの証拠金がスパンと大して変わってませんねそうですねだいたいパラレルになってますよねこうねなのでこのトピックスに関しても まあ似たような傾向はありますが当然当たり前ですけどト,トピックスの値段がねあの1枚あたりの,あの売買代金ちっちゃいですから225に比べるとお売買代金も小さくなってますパンあの証拠金も小さくなってますそうですねそういうことにお気づきいただけますか、まあ、これでは先物の,の、まあ、2枚2つ二種類の先物について、えー、今ちょっと見てみたということですねはいでですね、えー、次にちょっと進めてみますか 今度は何かというと、マザーズ、グロスに250のお証拠金を見ています。これ、まあ、あんまり変わりはないでしょう。スパンと違いはないと思います。どうですか、これ。同じようなもんですね。あほとんどこの赤とおスパン証拠金のこのえオレンジのものがですね、ほとんど重なっちゃってますよね、こうやって見ていくと。まあ、こういうものもあるということですね。むしろ、バリュアットリスクの売りの方が安くなっているという、こういうものもあるんですね。 これなかなか面白いと思います。ちょっと前の225とかトピックスと比べるとちょっと違いがあるの分かりますか従ってこの商品が違うとですね、えー、証拠金の額もだいぶ違ってくるっていうのが分かると思います。はい。これはまあその過去のデータを使ってますので、それは当然同じにはなりません。では次のページ行くと、これは今度は JGB の先物ですね。どうでしょうこれはどうですかこれ一番高いのはスパンですよ、ほら。 ご覧いただくと分かりますかスパン証拠金の方が高いですねどちらかというと最近はで一番安いのは当たり前ですがあーバリュアットリスクによる証拠金の売りになるでしょうかとてもこれ綺麗にパラレルに出てるのが分かりますね同じような動きになってますがま綺、あ、麗にスパンが一番高くて バリアットリスクの売りの証拠金が一番安いっていうのも分かります。だから商品によって高い安いが若干違ってくると、そうお考えいただければよろしいかと思います。ここまでがその一個一個先物についてのですね、えー、違いを見てきましたが、ここでですね大事なことをちょっと一言言いましょう。それは現月によってですね証拠金の計算が変わるということです。そのために現月によって証拠金が同じ額にはならないということ。 そここもちょっととと注意を必要とするところです。るろで過去はですね、えー、スパン証拠金っていうのはこれちょうど2023年の9月切り12月切り3月切り6月切りこれ2024年の3月ですねつまり何言ってるかというと225先物これは、えー、そのラージの証拠金を書いてあるんですけどもスパンの証拠金だと先物において減月ごとの差がない全部 1> 1万円ですすかそうなってますねがバリューアットリスクの方をご覧いただけますと売りも買いも両方別に書いてあるんですけどもまあ売りの方から見てみますかね売りの方を見てみると152万9,000円12月切りになると151万9,000円最後に一番遠い元月である来年の9月の元月の証拠金は150万3,000円これ値段が少しずつ下がってくるの分かりますか ちょっとずつはわ,わずかですけど数千円ですけど下がってますねこれ何でかというとですね今あのニンニク先物ご覧いただいて遠い現月あ,あまり見ることないかもしれませんがご覧いただくとですね遠い現月のあの値段って安くなってるのを皆さんご存知ですかそれはなぜかというと配当があるからなんですよね配当があって今おまけに金利がほとんどまだゼロに近い状態ですので 配当の分だけですね遠い現月の方が値段が下がっちゃうんですよしたがってまあ、売買代金が下がるということはですよ、そのリスクも小さくなるわけです若干はなので、えー、遠い現月に行けば行くほど証拠金の額がまあ、若干ですけどね、気持ちの問題ですけど下がっていきます、えー、それは買い、えー、の方も全く同じような形をとっていますそうですねえー、一番高いのが9月切りで160万 飛んで1000円でそれから次は1万円下がって、えー、次はこれ1,000円しか下がってませんねそうですねそして次はまた1万円下がってるこんな状況でお一番最後はこれ上がってますか1581ちょっと面白いですねそこちょっとだけ上がってますねちょっと面白いですけどもまあたい遠い現月になればこれは証拠金がまあ下がってくるってことですがこれはですよいいですか 金利がもしも上がってきたらどうなるか分かりませんからね。それは注意してくださいね。いいですね。今これ金利が低いので、本来だったら金利がまともなって言っちゃうんですけど、例えば3%とか4%になればですね、遠い現月の方にも影響は出るんですよ。そうすると、金利の上昇っていうのは遠い限月を持ち上げるって傾向にありますから、まあ今後金利がもしも上がってくるようになってくると、この傾向は保てないかもしれません。変化するかもしれません。 まあ、そうなってきたときは、金利が上がったってことです。はい。では、次は今度は、同じですね、現月に関して言うとですね、例えばですね、オプションちょっと見てみますかね。オプションどうなるですかね。これはだ、これは何ですかこれは、225オプションのプットの売りですね。えー、ちょっとご覧ください。これはですね、ちょうど、アットザマネーが、えだ、ー、いたい32250、32,250円あたり、そのあたりですね、それをご覧ください。 そうするとこれがアット・ザ・マネーのー証拠金なんですが、えー、9月切りですね9月切りだとすると今年の9月切りだとまあそこですねだいたい150万円の前後ですねでスパンの方がちょっと高いですねこれあごめんなさい、えー、安いですねちょっと安いバ,バーのがちょっと高いだけど10月切りになるとそのお隣の今度はほとんど変わらないでも バリューアットリスクスパンともに上がってますそうですねでだん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 それ上がっていくんですけど実は来年のまあこれは1月とか2月になってくるとですねバリューアットリスクの証拠金のが低いんですよ面白いよい証拠の現象そういう現象が起こってきますスパンの方が高くなるんですねだからまあこう見てみると売りの場合ですねまあ 近い現月だと大して違いはなくてまあ遠い現月だとむしろバリューアットリスクの方が安くなるっていうそういう傾向がここではとって見えます。いかがでしょうか。これはプットですかではですね今度は同じようにこんなコールほらコールも同じような動きしてません コールもですねこれ、アット・ザ・マネー見てますけれども、まあ、だいたい9月切りはちょっとバリューアットリスクが高いけれども、その後は断然、えー、バリューアットリスクの安いですね。だいぶ安いですね、これ。かなり違ってきますね。その差、結構大きいですよ、これ。というわけで、まあ、要は、バリューアットリスクの方が証拠金が低いという一つの例ですね、これ。なので、まあ、オプション、アット・ザ・マネーを売るんだったら、遠い現月売った方がいい。そういうわけじゃないですけども、要は、 えー、証拠金ということにおいては、まあ、あまりお金がかからなくなってくる、まあ、そんなはずです、はい、では次はですね今度は権利行使価格で証拠金が、まあ、どううなるかっていうことなんですねここがなかなかこれは面白いすごく興味のあるモデルですこれまず最初に見ていただいているのがですねこれ何かというと、えー、コールですコール売りをやってますそれで 権利行使価格はですね、アットザマネーが32,250円。ちょっと真ん中あたりですかね。そうですね。三、え、万、ー、32,500円よりちょっと左側ですか。えー、それあたりですね。それがアットザマネーです。そうですね。で、権利行使価格は下に並んでます。いいですか。下が3万円が一番安くて、一番高いのは3万5千円のコールをやってます。まあ、あんまりコールですから、その、低い方の権利行使価格は売らないでしょう。 インザマネーのコールなんて言ったってしょうがないですね。先物売ってんのと変わらないですからね。従って、まあ、考えなくちゃいけないのは、アットザマネーより上側ですよ。そうですね。それ考えてみましょう。そうすると、あこれ見てみるとですね、あんまり変わりはないんですよね。青いのがバリューアットリスクです。で、スパンはオレンジですから、まあ、こうやって見てると、まあ、そのあたりだとほぼ重なっちゃってますよね、こうやって。ところがですよ、ところなんですね。この ほんと遠いアウト・ザ・マネー。例えば3万5千円の権利行使価格あたり見てみるとですね、実はだいぶ差があるんですよ。これ、もともと証拠金の額が小さくなってます、このあたりって。どちらももう100万円をずっと割り込んで、50万円よりも下の証拠金になっていますから、そこのちょっとの差っていうのは、割合で考えると偉い差になるんです。その割合が表すのが、この点々のグラフです。点々のグラフを見てみると、いいですか 最初の3万3000円ぐらいまではですねそれはあまり変わらないんですよ2つの方が変わっていかないしかしだんだんアウト・オブ・ザ・マネーがひどくなってきてですね、えー、ファール・アウト・オブ・ザ・マネーになってくるとググググッと、えー、バリュー・アット・リスクのが高くなって例えば3万5000円の権利行使価格だと180%約1.8倍ぐらいになるってことですね。 つまりは、このバリューアットリスクが言ってることってのは、やはりですね、アウト・オブ・ザ・マネーのオプションを売るっていうのは、やられちゃうととっても大きくやられるってことをここでは物語ってくれてるわけです。だってこれは過去のストレスシナリオを全部考えてます。 例えば大災害があった場合ですね、マーケットにおける大災害、皆さんにとっては非常に不幸なことに損が大きく発生するっていうことを考えると、その時はアウトバザマネのオプションを打ってると、これはえらいことになるよってこともこのバリュー・アット・リスクの証拠金が教えてくれているとこう考えいただければいいと思います。はい。では同じことをちょっとプットで見てみますかね。どうでしょうか。プットで見てみるとこれも まあやっぱり3万2250円がアットザマネーでですねどうでしょうこれもバリューアットリストがやっぱり高いですね全体的に少しね高いですね。でこれもやはりアウトボザマネーになってくるこの場合権利使価格が下がっていく方ですけどそれ見ていくとですねかなり手前のあたりから3万1875円ぐらいのところからグググッとスパンの方が高くなっていくように見えますがこれは実は差額は変わらないんです。 比率が高くなってるって言うのが、その折れ線グラフの意味です。だから、今まで比べて証拠金の額がまあ高くはなっています。で、比率から考えるとやっぱり1.8倍とかになっちゃうわけですね。なので、あんまり安い権利行使価格のプットを売るっていうのは、うん、投資効率から言ったら悪いかなっていう感じはします。 証拠金が変わったからって言って別にいいですかあの、収益が変わるわけじゃないですよね。証拠金が高くなったから収益が高くなるとかじゃない。収益は変わらない。そうすると、高い証拠金を払って収益が変わらないんだとすれば、やはりアウトバザマネーのオプションを売って、えお金を稼ぐというのは、まあ、あまり効率がいいとは私には思いません。まあ、私はこれ見たらあまりやる気がなくなりますね。正直言って。そういうことになるかと思います。 まあここまでがですね、オプション1枚あたりを、まあ、こう、売っ払ってですね、マーケットにどういうような、あ、マーケットじゃないです。証拠金にどういうような影響があるかっていうのを見てきたんですが、ここからはですね、えー、少しですね、変わった見方をしましょう。今度は組み合わせる。合成ポジションでどうなるかっていうことです。えー、まずはですね、これ、えー、NT、NT レシオ、どうでしょう、これ。どうですか、皆さん。NT の買いと売りが両方書いてあるんですけどね。 赤いやつが NT の買い。買いってことは何かというと、日経平均を買ってトピックスを売ってる。ここでは、えー、14、NT14 だと考えて、えー、日経の先物を10枚買って、トピックスを14枚売りますっていう、そういうポジションで計算してます。で、青い線が逆です。225の先物は10枚今度は売って、トピックスを14枚買ってるっていうパターンです。 まあこの二つに違いがあるのは分かると思います。おかしくないですね。ところどころ重なってるんですよ、ほとんどね。例えばそのあたりですね、2020年の3月とかね、今年の、えー、6月過ぎぐらいですね、そのあたりだと重なっていますが、これはですね、スパンと比べると若干高く見えます。まあ、2割5分ぐらい上がってるのかな。これはなぜかというと、正確に言うとですね、トピックス日経平均って、 同じような動きはしてるんですけど実は完璧に同じじゃないんですよこの2つは。だから NT 歴史上って意味があるんですね。全く同じ動きしてるんだったら NT そもそも意味がない。その差を取りに行ってるわけだから仕方がないんですよね。これリスク取ってるんですよ。この差を取りに行ってるわけだからまあ、要は同じ動きをするわけじゃないものに対するバリューアットリスクっていうのは当たり前ですけどこれは総裁は完璧にはできないわけです。 ところが、スパンというのは今までそこを簡易的にある程度相殺係数というのを放り込んで計算してましたから、まあ、どちらかっていうと、スパン証拠金のがまが甘かったってことですね、計算の仕方が。それを厳密にやっていくと、やはり証拠金の額というのは上がってしまうってことは、これは致し方ないと思います。はいまあ、リスク管理っていう観点からすれば、まあこっちの方が安全になったとも言えるんじゃないでしょうか。これが nt の差ですこれは後でもう一回ちょっとシミュレーションを動かしながらちょっと見てみたいと思いますけど NT 列車っていうのもですねこういう形になっているってことを忘れないでください。えー、あとはですね次の今度はポジションはですねちょっと変わった組み合わせなんですけども225の先物を1枚と、えー、それとマザーズですねそれを40枚ですねそれを まあ買ったり売ったりするというまあそういうちょっとーアービドラジージといいますかそういうパターンでやってみてますとこれご覧いただくとですねスパンのが高いんですよねこれ。<laughs> 高いんですよほら。でしょそうですね。そこの場合はむしろ バリアットリスクがぐっと安くなってるんですよ。これ面白いですね。だから、ちゃんと精緻に計算してみると、きちんと過去のデータを使ってみるとですね、証拠金が安く済むっていうのがこのパターンでもあるってことですね。これなかなか面白いと思います。とても面白い現象だと思います。はい。ではですね、次は今度ですね、ちょっと変わった例です。 変わった例っていうのは何言ってるかっていうと今まではですねこんなこと考えたこともないっていうその新規のですね総裁の商品の組み合わせができるっていうここも面白いですとっても今まではこの総裁やらなかったけど今度はちゃんときちんと総裁してくれることによって、えー、バリューアットリスクの方がですね値段がぐっと下がりますよっていうそういう商品のご紹介ですまず最初これは225先物とですねリートの先物の,の組み合わせです こんなのも考えられるようになったってことですね。例えば、バリューアットリスクによるものは、今これ2つ並べてみるとですね、250万ぐらいだったスパンの証拠金、これ以前相殺できなかったからこうなるんですけども、それと比べて今度は相殺することで100万以上下がってるってことです。ちょっと見てみましょう。青い方が225先物を1枚売って、リートを10枚先物買ってるっていうポジション。赤い方がその逆。いいですね。 225を買っっってててートを10枚売ってるっていうパターンですさあこれ見てみると、まあ、売りも買いもどちらもパラレルに動いてますがどっちにしてもスパンで以前計算した時は相殺できなかったのでスパンの方がはるかに高くなるでこういう一つの選択もあるってことですねこれポートフォリオとして考えてみるとちょっと面白いなと私もやってみようかななんてちょっと思っちゃったりするんですけど、まあ、こういうのもあるでもう一つですねちょっとこれも こっちはなななかか、ね、か現実的な話ですか、ね、これ何かというと2 2を先物の,の売り買いとです、ね、これ VI 先物 VI 先物ねボラティーっての売買ですねこの VI 先物を10枚組み合わせるというそういうやり方でこれも明らかに今までは相殺しなかったのが今度は相殺するようになったのでこれもかなり安くなってますかなりお買い得になってますかね <laughs> そんな感じでしょうか。 でまあこれもさっきと同じように総裁するってことによってですねこの2つがかなりこう安くなってくるってことが見て取れると思いますはいでまあ今まではこれはできなかったんですけども今度はこういう形でも総裁ができるようになるという一つの例でございましたはいえではここまでのところをですねいろいろお話をしてきたんですけれどもこういう内容に関しましてまあ 興味がございましたらですね、えー、JSCC のウェブサイトに行っていただきたいと思います、えー。そこに行くとですね、QR コードがありますから、それをまあパチッとやっていただくとですね、そのページにすぐ入れますで。そこにそのウェブサイトに入っていただくとですね、そこにはいくつかのコンテンツがございます。えー、今回のバリュアットリスクだけではなくてですね、いろいろ興味のあるコンテンツもございますので、ぜひそのあたりもご覧いただけるといいと思います。 で一番下にですねこのページのオープンガンガマといいうのがございますこれ何やるかというとそこにも書いてありますが、まあ、そのバリューアットリスクとかですねそれについての計算がこのオープンガンマによって計算ができることになります。で今はですねあのちょっと工夫するとスパンとバリューアットリスクの2つの比較ができるというそういうことも今のところできるようです。とで,でちょっとそのあたあたりを 皆さんにちょっとご覧いただきたたいいと思いますただこれはですね11月3日になっちゃいますとバリューアットリスクとスパンとの比較はできませんので比較的賞味期限が近,近づいているとそうお考えいただければいいと思います。はいというわけでこれからですねそのバリューアットリスクの証拠金を実はちょっと試算できるそのオープンガンマというやつですねこれを少し皆さんにご紹介したいと思います。ではこれをご覧ください これはですね、えー、ちょうど日にち的にはちょっと古いんですけども2023年の3月の31日という日にちを基準に今考えています、えー、この日にちになった時にですね ATM がだいたいアットザマネーが2万8000円ぐらいだったということをちょっと皆さん心に留めておいてください、はい、それではですねこれを使って今からいろいろなポジションの おバリュアットリスクとそして、えー、バーですねそれともう一つ、えー、スパン証拠金の2、まあ、つの比較をいろいろとやってみたいと思っておりますでは始めていきましょうまずは先物の,のですね、えー、単独のポジションから考えてみたいと思います。 先物を計算するときは当然エクイティですね。225先物ですから、そのエクイティというやつを選んでいただいて、先物フューチャーですね。それを選んでいただきますと、下にさらに225の先物を選ぶんだよというところで、ちょっと225と入れていただくとですね、先物が選べます。 それで、えー、これはもう3月の31日ですのでラージの先物を計算しようとしてますから当然もう6月切りしかございませんで6月切りのまずはロングポジション、えー、1枚からいきますかねこちょっと100枚なんて景気のいい話してますけど、まあ、1枚で考えてみましょう、えー、今繰り返しますと、えー、225先物の,の6月切りの買いの1枚ということになりますはいでこれをですね計算ボタンを押しますとはい 結果が出てきますどういう結果になるかというとバリューアットリスクとおまさに過去のスパンですねスパンの証拠金との比較がここに見えてますちょっと見てみましょう下の方になってます、えー、まずですね、えー、最初に方の上の 1.23m ミリオンですねこれミリオンつまり123万円というのが、えー、スパンによる証拠金の額になりますその下の100 41万円41ミリオンこれがバーですねバリリューアットリスクの計算になりますますあこう見ていくとですねまあせいぜい15%ぐらいちょっと上がってますかねっていう感じですね。であのー、123万円というこのスパンの証拠金はこれ買いでも売りでも先物同じ金額になっているはずなんですけれどもしかしながらバーの方はですね今これ買いで計算した141万円。 これおそらく売りに変えるとですよ。ポジションを今度はショートに変えるとですね、おそらくこれが少し下がると思います。はい。で、そのことをちょっと確かめてみましょう。では、ショートに変えてみてください。はい。でもう一回計算をしましょうね。そうすると、同じように、スキャン、スキャンしてみてるとですね、このスパンの証拠金の方はですね、123万円は変わってませんね。変わってませんね。ロングもショートも変わらない。でも、 バーの方を見てください少しさっきは141万円だったと思うんですけど今は135万円になってますですから売りと買いでは証拠金が違うということがお分かりいただけたと思いますはいこれがまあ、えー、バリアットリスクの特徴の一つですね、はい、ではですねここでちょっと変わったことやってみますよ、えー、いわゆる、えー、売りと買いと同時に1万円持つなんていうことをやるまあ両立てというのを計算してみたいと思います まあこれ通常、あのー、スパンでもおそらく両立ての証拠金というのは、えー、必要ないはずなんですね。ゼロになるはずです。まあ、もちろんこれは証券会社さんによって若干両立てでも証拠金取るというところはあるんですけどさあどうでしょう出ましたね、えー。確かにスパンのゼロでそしてそうですね。バリューアットリスクでもゼロになってる。まあ、とても理論的な話ですね。どちらも同じく両立てであればゼロだということになるでしょうか。さて。 では次に少し先に話を進めますとですね、えー、そうですね先物の1枚の単独の売買やってましたからちょっと変わったことやってみますかねじゃあ NT レシオなんてのをやってみようかなって思ってます。NT ご存知ですか皆さん日経と、えー、日経のロングとですねトピックスのショートを組み合わせるとかっていう場合でまあこれは NT レシオという数字がいくつかってことでその組み合わせの枚数は変わるんですね。 で大体この頃三3月の末頃まあ今もそうなんですけど大体14.0ぐらいだったんですよつまり言い方を変えるとですね日経平均10枚に対してトピックスの方は14枚こうこれを売るか買うかっていうのはもちろん順番いろいろあるんですけどもまあ例えばトピックスの方を今買いにしてそれを14枚買って日経の方は10枚いいですか売りですねつまり日経の10枚ショートと トピックスの10枚ロングという組み合わせこれが NT の売りになります経平金がマイナスですから売りですねさあどうなるでしょう証拠金どう変わるでしょうかはいご覧くださいえー、ここに見るとバリューアットリスクは4.11ミリオンいいですねつまり411万円ってことですかそれに対して古いスパンの方は3.95つまり395万まあこれポジションの大きさから考えたらですねほとんど誤差ですこれは まあ大体同じ値段でできるということになりますかね。NT レシオ。だから、まあこういう組み合わせてみるとですね、えー、スパンもですね、古いスパンも新しいバリューアットリスクも大して違いはないということがわかると思います。ここまでで先物の,の計算をちょっとやめてですね、次は今度はオプション行きましょうかね。はい、オプション。今度はエイクイティの上のパートからオプションっていうところを選んでみましょう。はい。 そして225オプションですから、やはりそこでは225オプションを選んでもらってですね。どっから行きますかねじゃあまず、アットザマネーのコールも1枚の、そう、買いから行きましょうか。買い。買いの証拠金ってゼロのはずですよ。そうですね。絶対ゼロでないといけないですね。さあどうなるでしょうかね。やってみましょうか。28000の権利行使価格です。はい。それで、えー、買い。225オプション6月切りの28000コールの 買いしたがって証拠金はゼロになってくんないといけないんですがさあどうでしょうかさあほらスパンもバリュアットリスクもどっちもゼロです問題ないですねはいでは次は売りです売り行ってみましょうではちょうど同じコールで結構ですから今度は1枚売ってみますはいどうなるでしょう今度は証拠金取られますよはい出ました おこれバリューアットリスク,リリスクだと167万円そうですねすところがスパンだと207万円うんスパンの方が高いんですねこれああなかなか面白い現象ですねこれアット・ザ・マネーあたりだとまあスパンの方がかつて高かったとこれから多少安くなるまあもちろんタイミングにもよるかもしれませんがここではそういう例が出てますねはい ではですね、そうだな、えー、アウトボザマネーのオプションやってみますか。例えば、えー、240000プット。これだいたい、280が大体、280000がアットザマネーですから、かなりアウトです、これ。4000円下ですからね。さあ、これについて、この売りについて計算してみましょう。どうでしょう。あ、出,出ました、出ました。 うん、これはですね、バリューアットリスクのが若干高いですね、えーと。バリューアットリスクは 483.85k って k ですからね、これ。これはだいたい48万円ぐらいになるでしょうか。はい。それから、スパンの方だと37万円ぐらいですから、まあ、バリューアットリスクの方がだいたい3割増しぐらいになるんですね。これ見てるとね。うん、これ何を意味するかというと、アウト・ブ・ザ・マネーのオプションって、まあ当たり前ですけど、いざ、 損,が損失が出るとですよ <laughs> これ偉い目に遭うっていうよくあるパターンですねだからこれを単独売りするってことはやはり危ないんですよね。そういういことですねで過去のヒストリカルなデータを調べるとこんだけ危ないよって言ってくれてるわけですからまあこの戦略確かに、えー、こんだけまあ値段が少し高くなった証拠金を払ってこの戦略をやるっていうのは以前に比べるとあまり効率のいい話ではないっていことですね。 証拠金が高くて別に証拠金の計算の方法が変わったからって収益変わらないわけですからしたがってリターンは変わらないで、えー、コストとしての証拠金が高くなるわけですからそんなにこれは戦略としてはまあ、えー、魅力のある戦略ではないということですねまあアウト・ボザ・マネーのオプションの証拠金売りのオプションの証拠金は、まあ、このように少し分が悪くなるということをここでは覚えておいてくださいはい。 では次ですね今度は合成のポジションを考えてみたいと思いますまず一番よく使うパターンからいこうかなそれ何かというとですねそれはデルタヘッジですねこれがなかなか面白いと思いますデルタヘッジ、えー、例を考えるとですねそうですねえー、プットの6月切りの2万8000円プットの売りを1枚やって いいですかそしてデルタヘだからアット・ザ・マネーのオプションですからまあミニを5枚売ればいいんですかねミニを5枚売りましょうミニですミニミニ選んでいただけましたかミニをショートで5枚ですねはいそれで売りにしていただけましたかはいそうするとどうなるでしょうかこの2つを合成するとこれ完璧なデルタヘッジになってるはずですがはい出てきましたえー、っとスパン え古いやつから見てみましょうスパン過去は1 4 1オンあ141万円,あ14万円まあ大体これ今までの間隔に合いますそれでバリューアットリスクだとお安くなってます111万円で、えー、デルタエッジアット・ザ・マネーでやると大体こっちの方がいいですねスパンの方がスパンよりもバリューアットリスクの方がお金がかからなくなるまあヘッジするといいことがあるっていうバリューアットリスクの良さでしょうかはいこれはまあデルタヘッジというパターンですね じゃあもう一個だけ最後に、えー、オプション同士を組み合わせてみましょうか例えばそうですねプットスプレッドかなんかやってみましょうだったら、えー、さっき確か2万4000のプットを売るという恐ろしいことをやったと思いますが2万4000のプットの売りと同時にですねそれよりもうちょっとアウトの2万3000のプットの買いこれはまさにプットスプレッドになります売りと買いですねこれやるとどうなるでしょうね どうでしょうか出ましたねえーとバリューアットリスクだとだいたいこれで11万3000円3680円、まあ、正確に言うと11万3000円くらいですかねでスパンだとお11万8000円これはバリューアットリスクのは安くなってますねまあ、組み合わせているから結局はヒストリカルなデータを使ってもき と買ってる方のプット2万3000の権利行使価格のプットのきっと、えー、かなりそれが救ってくれてるっていうことを意味してるんでしょうか、まあ、そういうことだと思います。はいというわけで今いろいろと組み合わせをやってみたりしたしてみましたあそうするとですねまあ組み合わせていくとですそれなりのきっとバリューアットリスクの方が効率がいいっていうこともお分かりいただけたと思います。 まあ以上がこのオープンガンマを使った企画になります。はい。ではここのあセクションを今終えて、最後に質問のコーナーに移りたいと思います。はい。えー、今、えー、オープンガンマという仕組みによっていろんな証拠金が計算をしていまして、えー、バリューアットリスクでどう証拠金が変わっていくかということをご覧いただきました。はい。 まあ、いろいろとお皆さんもですね、このオープンガンマをご利用いただければいいと思っております。はいでは最後にですね、えー、この質問をいくつか頂い,いておりますので、えー、それについてお答えいたしたいと思っております。はいえー、2つははいいつつございます一最低証拠金制度は続くんでしょうか と書いてあります、えー、正直言いますこれは全くあ続きません終わりですこれで従って今回はバリュアット方式による売りオプションの最低証拠金の制度はございませんで証拠金は1円単位で計算いたします1円単位ですはいで2番目 日経225オプション取引の証拠金計算ツールそういったものはですね既存のスパン証拠金とどの程度引き上げられるんでしょうかって書いてありますけれどもこれはまあそうですねなのでまあ先ほどから何度か私申し上げておりますがこの証拠金のいわゆるツールを使っていただければですねオープンガンマを使っていただければですね えー、証拠金がどのように変わっていくかってことも皆さんあ体験できますので是非、えー、ともやっていただきたいと思いますし実際そのスパンとの比較という点においてですね、えー、いろいろと違いがあるんですね、えー、スパンのが高いなんていうものもたくさんありますあとは満期日が違えば、えー、スパンのが高くなっちゃったりバリュアットリスクが高くなっちゃったりなんてこともまあまああるんですですのでこういったものが一概には言えない当然ながら、えー、タイミングですよね 過去のデータ使ってますからね。従って今後もマーケットが大きく荒れたりするとまた変化が起こるということもあります。まあ、ですのでこういった、えー、バリューアットリスクの方がですね実は、えー、リスク管理っていう点においてはとても精緻に計算されているはずなんです。えー、過去のデータ使ったりあるいはストレスシナリオを使ったりしているっていうことはですよいいですか 投資家の皆さんにとっては多少お金がかかることもないわけじゃないかもしれないしかしながらそのこと自体は実は安全性が高まるっていうことなんですよ本来証拠金っていうのは売買の安全性を高めるために積んでるわけですでそこにもしもお衣装がかかるということになればそれはある意味でその証拠金って足らなかったってことを表したわけですよねなのでここでバリューアットリスクという計算によってですねそういう可能性が少し 下がるとうことです逆に今までスパンだったらちょっと高すぎた証拠金も下がるという例も先ほどご覧いただいたはずです。なのでよ、まあ、よりフェアなな証拠金になっったたんだととこう考えただければよろしいかと思ってますですのでここは一つ皆さんそのバリュアットリスクというこの世界の潮流ですねそういったものをですね皆さんもここでは多少お勉強なさってですね 今後証拠金をいろいろとお勉強されるといいと思ってます。はい。では今日の講義はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。